はい、どうも皆さん、こんにちは、かもつけです。はい、どうも皆さん、こんにちは、かもつけです。今回ですね、とある虫の、サウナセット組んでいきたいと思います。それがですね、こちら、ですね、はい、トルカータイマキュリコリスですね、ワイルドになります。これ2回目じゃないかって思う人いると思います。2回目です。というのもね、前回っていうか、ほら100均の用品で組むっていうのがあったじゃないですか。やったじゃないですかね。実はそれ失敗したんですわ。なぜか全く産まなくてね、もう残念ながら失敗とねいうことになりまして、まあ一応ね、リベンジということでやりたいと思いますね。こうし真っ黒にしなきゃ背景が合わないんだよね。というわけでね、組んでいきたいと思います。もうですね、サンナセット、シンプルイズベストということで、容器この前と一緒です。前回と一緒で、網をね、網戸のやつからタイペース芯変えただけです。でもうここに、前回と違ってもう素直に一応昨日ね、ガス抜きしたマットがあるんで、一日ちょっと晒したやつがあるんで、もうここにね、はい、はい、マットですね。マットをカバーと突っ込んだけど、この丸々、この100均のね、この容器って実は10リットルぐらい容量あるんですよ。なので実はこれ、大ケースとか買うより安くつくというね。容量的には多分ほぼ変わんないか少し大きいぐらいなんですけど、実はこっちの方が安くつくというね現状なんでね、こうやってちょっとほぐしてやってね、ちょっとかすみちゃんか様子見ながら、お酢入れる、メス入れる、そして、ゼリーを。適当に入れて、本当はね、転倒防止用に、材をポンって入れてやる。はい、これで終了です。もうこんなね、イージーな簡単なねサマセットなんです。多分産んでくれるでしょう今回こそは。まあ心配な要因はちょっと入荷から時間が経ってると、まあいや時間具体的には3ヶ月ほど経っております。もうちょっとね、安かったんであれなんですけど、まあね、これで産んでくれればいいんですけどね。というわけでですね、産卵セット、トルクアートインマキュリコリスの、2度目の産卵セットですね、動画終わりたいと思います。